週刊中のホワキングスマン最高幹部のイスマイル、サンバーダ、ガルシア・シナロア・カルテルは、メキシコの犯罪組織、麻薬カルテル。メキシコ国内最大の犯罪組織であるとされる。ホワキングスマン、イスマイル・サンバーダ、ガルシーア、フ安ン・ホセ・エスパラゴーサ、モレーノ、イグナシオ・コロネル・ビジャレアル、アドリアン・ゴメス・ゴンサーレスの5人をリーダーとして1989年に結成され、 本拠地のシナロア州やソノラ州、バハカリフォルニア州に活動拠点を広げる。内部分裂した後、サンバーダ・ガルシアとエスパラゴーサ・モレーノの恒例を理由としてグスマンが後継者に指名され、組織を完全に掌握した。1993年のグスマン逮捕や、1995年7月のパルマ逮捕で一時的に弱体化するも、2001年にグスマンが脱獄し、 組織は再び勢力を盛り返した。しかし、2010年7月に同組織のナンバーに立ったビラレアルがメキシコ軍に射殺され大打撃を被った。現在はサンバーダ、ガルシーやエスパラゴーサ、モレーノ、ゴメス・ゴンサーレスの3人が指名手配され、アメリカ政府とメキシコ政府が懸賞金をかけて行方を追っている。2014年2月22日、グスマンは シナロア州マザトランのリゾートマンションに潜伏していたところをメキシコ海軍海兵隊に襲撃され再逮捕された。しかし2015年7月収監されていたアルティプラの刑務所からトンネルを使い脱獄した。だが2016年1月8日になり再び逮捕された。グスマンがアメリカで収監された後は息子の一人であるオビディオ・グスマンが組織を継いだ。 2019年10月17日、メキシコ国家警備隊は、メキシコ北西部の都市クリアンで、オビデオで、補足、一時は拘束することに成功したが、組織が銃撃戦で反撃を開始したため準備、不足であったとして作戦そのものが中止、オビデオを釈放している。ありがとうございます。